山下不当駅は、かつて、神奈川県横浜市中区にあった、日本国有鉄道東海道本線貨物支線の貨物駅である。1958年に完成した横浜港、山下不当へ横浜市の港湾計画に従って、臨港鉄道を付設することになり、新港不島にある横浜港駅から線路を延長することになった。新港橋梁を渡って、 横浜税関のところまではすでに線路が敷かれていたが、その先は山下公園の中を通過することになることから、景観上の問題から反対運動が発生した。しかし経路を他に選択できないこと、日本経済発展のためやもう得ないことなどから、山下公園の最も山側を高架橋で通過することにし、桁の長いラーメンゲルバー構造の高架橋を下部を円形にして、 警観対策を行うことで、1961年に着工された。しかし建設費の負担や開業後の運営管理をめぐって国鉄と横浜市の間で協議が難航し、開通したのは1965年7月1日のことになった。この区間の所管は横浜市となり、山下不当駅における入れ替え作業は神奈川臨海鉄道に委託された。建設にあたって、 新規に付設された線路は、全長1460メートルあり、内平面部9250.93メートル、高下部877.59メートル、進行橋28.7メートル、取付部302.78メートル、建設費は8億4080万円であった。山下不動線を行く、横浜開港120周年を呼び、横浜商工会議所、 創立100周年記念列車開業以来、貨物専用として使用されたが、1980年6月13日から15日にかけて、横浜開港120周年を呼び、横浜商工会議所、創立100周年を記念して、東横浜信号場、山下不当館で、蒸機関車 C581 月ス4 3系4両を、牽引して1日3往復の旅客列車が、 設定された。山下不当駅開業以来初めての旅客列車であった。山下不当駅には転車台がないことから、キロはバック運転とされた。横浜の臨港線では何度か記念列車として SL が運転されたが、これが最後の SL の運転となった。開業後、1970年までは取扱い量が伸びていったが、その後は、 減少に転じた。また横浜港未来21計画の推進に伴って桜木町周辺で貨物船が計画の主張となってきたことから1986年11月1日付で廃止となった。廃止後、横浜博覧会に際して1989年3月25日から10月1日まで残されていた線路を利用して レトロ長起動車の運転が行われた。山下不動側では、日川丸の前のあたりに、山下公園駅が設置された。その後、山下公園内の高架橋は撤去工事が行われ、2000年秋に完了した。また、新高橋梁付近から山下公園までの高架線は遊歩道に改装され、2002年3月2日に、山下臨港線プロムナードとして公開された。 山下不登内では、線路は撤去されているが、不登の入り口付近に残存している。山下不登の入り口から、各倉庫の間に線路を分岐し、3本ある、と定内の一番先端まで付設されていた。昭和60年版私有化車番号表、とワイライトゾーンマニュアル13ネコッパブリッシング、2004年。ありがとうございます。